10月12日月曜日、豊代小学校で、いなべ市教育委員会が飼育する猫ギギの引き渡しがありました。これは10年以上前から猫ギギ学習を行っている豊代小学校に、去年飼育室で生まれた若い猫ギギ10匹を引き渡し、川に放流する前の1ヶ月間、児童たちに間近で観察してもらおうというものです。全校児童94人が学年別に学んだこの日、猫ギギは愛知、岐阜、三重のきれいな川にしか生息していないことや、環境省の絶滅危惧種に指定されていて、国の天然記念物であることが伝えられました。このほか川に住む淡水魚で夜行性、体長は11センチほどになり、隠れ家や餌となる川虫が必要であることも学びました。いなべ市の取り組みの紹介では、志摩マリンランドなどの協力を得ながら、いなべ川水系の猫ギギを保護するために17年ほど前から人工繁殖を行い、現在はおよそ500匹を飼育しているという話がありました。これね、ちょっと色の印をつけて、水族館で増えて川へ帰った猫ギギってことが分かるように印つけてるの。この印は猫ギギに影響はなく、調査には大切な役割を果たすとのこと。市の関係者は、いなべ川水系の猫ギギは個体数が危機的水準まで減少しています。多くの関係者の皆さんの協力を得ながら、ふるさとの川での復活を目指していますと話し、川崎誠校長は、子どもたちには猫ギギ学習を通して、ふるさとの川に住む大切な生き物をどうしたら守ることができるかを考えてほしいですと話していました。皆さんの元気を郷土の宝物である猫ギギにも分けて、一緒に住める川作りをしていきましょう。猫ギギを初めて見た児童の一人は、可愛いので毎日会いに行きますと笑顔で話していました。